フリーマン。あ、ここに、うん、あそこ休憩場で、ん？おお、すごい。地図見てきた。どうしたんですか？どうしたんですか？ズボン履き忘れた。あ、ちょっと、いろいろと忘れ物をして僕、ええとか思ってもう、遅れの決定やったな。もう決定しました出てくるんか。お、ええ。出てきました。うん。初めてやこれ見送りするの。今年初めて。今年初めて。周吉。どこに書いてあるの？中吉や。中吉や。待ちぶりとっけえへんわ。音信もなし。まだ待ってるんですか？そんな。いらんで。お産触りなし。愛し抜くこと吉って書いてありますよ。うん。うん。席やお餅売ってんの。
ジョロ屋行きますね。昔のジョロ屋。さっき行く、さっき行ってない。え、神社行かないですか。うん。あ、めっちゃ建物。あ、昔の。あ、当時。巻山のあたりだ。知らんおっちゃんの案内所で知らんおっちゃんの案内人が言ってました。座ってたら声が言うて、はいはい、どっから来はりました。あ、はいはいはい、大阪から観光に来て、はいはい、雨の中動くやねどこ行ってるか分からへんの。いや、奈良は奈良しか出るけど、これもな、通り感じ、ここ何がある。夢がぐらいから来てたから。ああ。うん。そうか。えらい近いところからご苦労さんやね、言われ。大阪があるじゃん。大阪言うて近い隣ですや。中村勘九。うん。これは価値あるやん、こういうみたいなな。うん。うん。違うか。中村勘九郎がどうしたんですか。が植えたんですか。襲名披露。あ、襲名披露記念樹。うんうん。おお。手とけ。中村勘九郎。なんか神社あのそういうかあれなんやな。芸に関係するんですか。関川。そうだけど歌舞伎の人が多いですね。あ、あれなあれもいいね。おの尾上。うん。人形浄土。ぐるっと回れるっぽい、うん、明治10年に公の公認の遊郭として認められました。奈良で4つ、あの4県で奈良の、まあ、その前奈良町って言うかわからんけども、奈良町の木津町、うん、それから岩林、それが2つと、それとこの郡山町のここの東泉寺と、東泉寺このお寺があるの東泉寺、それともうちょっと10分ぐらい歩いたら今は東岡町というところと4つ、うん、公認の遊郭として、大正の終わりから昭和の初めにかけて一番盛んだったんです。
その時女の人はこの遊郭全般で200人で、県も17件あったんです。昭和23年の売春防止法で全部廃業された、うん、さーっと言ったらこの遊郭のお話はね、ここの遊郭はここは川本楼と言うんですけどね、ここは川本楼と言いまして、まあ、一番そのこんだけその当時遊郭の町があったんですよ、一番大きいんですね、だからね、大きい方ですね、大きい方ですね、三眼寺がこことこことここ、ほんで、まあ、残ってるのはここのここのは残ってるんですけど、ありましたね、これはもう秘書が住んでるので、高くで、13年にこの本館が作る、要するにここのオーナーの川本さんいうオーナーなんですけどね、川本楼言いましたね、その人がの家、町、だから町屋なんですよ、だからはっきり分かれてるんです、こっち上がったら商売、向こうは個人の家、平成元年にここ転居されたんですよ、それまで住んでおられたんですか、実際に住んでおられて、それまでは要するに空いたところは、廃業されたところは貸し屋にしたんですよ、大学生とか、そういう人で貸し屋、また上がってもらったら分かるんですけども、貸し屋にしてやられたんですよ、平成元年に出て、でそれから、ね、まだずっとほっといても知らないから潰そうかという話が川本さんが出てきたの、それは困ると、急遽平成10年経ってますよ、11年に郡山市がここを買い取った、なるほど、これも100年前のそういうものだ、ここの一つは一番端だよね、どうぞ、おお、そうだハードマン、あ、ほんまや、ここは部屋では飲み食いできないので、ここに、こういう間違いの場所に、おいらだ、3階建てなんですね、うん、上住んでる部屋は2階建てで、こっちは3階、これがまあ、言葉で、まあ、見たことはあると思いますけど、この窓ですね、閉まる、無双な窓、無双な窓というのはどちら見ても日当たりになると、閉めたらね、同じやということで無双な窓、これは便所の昔の相馬の便所やから、ここは男の人だが使う、このタイルはそのまま大正時代のタイルです、焼けてる、さっき格子見せましたね、一回で、ここの格子はもう細い細格子でパーッとなってるわけです、見えるわけですけども、3階建てのとこ少ないのでこれでもいいと、でここの3階建てのこれが一つのもう部屋、女の人は自分の部屋はこれ与えられるんです、あでここは一応3畳で、ここはその置くものを置いて衣食の長い食べられへんけども服とかここに全部置いてる、ガス灯がついて、もし天気がの電気が消えても晩の商売できなくなりますよ、これで、そのためにこれをついてる、広告でね、すごいな、ね、これがの行くもの山が見えて景色綺麗だったでしょうね、あれだ、かすかに、まあ、あんまり見たくないけど、その鉄の棒が入ってたかもわからん、穴があるでしょ、あー、これですね、そうそう、あー、入った玉がある穴だろ、見られん、見られん、ほんま、そこから逃げようと見れる、これちょっとのあれやね、見学らしいと、見学らしい、向こうも入ってますね、鉄の棒ね、まあ、防犯上のとこもあってるの、金払わずに逃げるやつ、いろいろ何の理由だよ、これ赤座でこうじゃうな、まあ、
を。プラレール。プラレール。はい、プラレール。賃貸か。下宿みたいにしてるんじゃない。下宿があったりね。すげえ。これが150何ぐらいだっていうと。これがここの大階段。上から見えた、見たけど、下から見た方が。なるほどね。これ、確か、ひな祭りが終わったら、一応片付けて、片付けるようになるんですか？いや、階段そのまま開いてます。いや、通路にならない。ここ危ないから、ここはと歩かないように してます。この階段狭いですよ。狭い、滑りそうだよね。なんかあったら困るから。うん。うわぁ、この消火器すごいなぁ。おぉ、粉末消火器すごいな。何年って書いてないか、書いてないな。ほんなずっと置いといて。爆発せ。ああ。はい、次、こちらです。これも ここはガラス張りでした。ガラス張りやったんですか。そうです。ガラスこれ。おお。ああ。分厚。2.1cm に何もあらなかったね。これが下に。金魚池みたいな。そのドアは昔のままやけど、トイレは全部全部全部。これ今使えると思う。え？これ今使えると思う。いや使えてくださいよ。要するにここはあのトイレとして我々もいるしお客さんのためにと。これもうその29年前30年にオープンする前にトイレを作りたい。トイレないとね。すごい。ウォシュレットです。お金かかってますよ。お金かかってます。鯉が鯉とか金魚は金魚の下に僕が浮いとったんでしょうね。さすが、さすが金魚の町。今度この衣装着て写真写す人にここで、そういうところ。なるほどね。あ、着るやつ。ちゃんとその前ボランティアで着せてくれる人がここにいて写真撮ってくるね。写真撮る。子供のこういうのあるのいいっすよね。家にね。元というのは、金かかってる。その偉いさんとかいて、ここで宴会をする場所。いい場所でいい。ここは、だからそういう、ここのオーナーさんの接客をしたとかね。そうですね。サロン的だよ。両方庭が見えていいですよね。そう、ええとこでしょ。ね。ご存知ですかね。知りませんやろな。私も知らないけども。ゆとり映画ね。映画にここだいぶ映ってるらしいです。あ、そうなんですか。ああ映画に。え、なんていう映画ですか。湯の道。お湯の湯、うん、そうそう。湯道。湯道。うん。そんでここが映したという動画。どっか、もしあったら、あの、ビデオショップで DVD でどっかあるか。ひさこと書いてある。なるほど。下駄箱これは、最後に言います。これはね、あ、これで台所で女の人が食べるのにマイ茶碗の置く場所です。マイ茶碗。これ当時のその人の名前なんですか。名前でしょうね。みゆきやさよこだ、はるみだ。名前ですね。こういう遊郭のこういう形のそのまま残しているところで、あまり全国でもあまり見当たらないらしいです。だから、まあ、希少価値があるこの国。最後でしょ。ねえ、うん。まあお金かかってますね。こっちはだから完璧に分かれとるんですね。こっち上がったら普通の看護師さんの家。こちらは商売。はい。すみません。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。
車落ちそうなやつやこれ。たまに落ちるやつおんねん。両面積です、両面になるので、ああ、首ないやん、首
下がるよ、入場料1000なんだよ。大体坊主が嫌いだったでしょ、うん、もう面白いってことでしょ、合わせた、うんうん、まあまあ使われヤマとなんとか個人でやってるのか。
願い。はい、あ、余裕もある。余裕もこれでかいな、こいつ。これぐらいとできる。あんまけでかなくなる。どんだけ。さっきの音の単調、あ、これはなんか、これは、うん、かわいらしい。これは綺麗、あの単調図の頭の模様に似てるかっていうのえ、みんな買えへんですか？花見団子。いや、これ食べやすいかなと思ってこれにした。いちご大福食いたかったですけど。え、食べんの？まだ食うの？よもぎ餅。